りました。メタミューズファーストシングルティファニーティファニーわがままパジャマリリース記念オンライン特典会、イエーイ、はい、今回のメンバーは藍染カレンとしずめのどかです。よろしくお願いします。イエーイイエーイイエーイ。はい、本日はリミスタにて注文してくださったお客様に生配信中にサインをさせていただこうという企画になっております。今回もねリミスタ始まりましたね。はい、はい、購入方法はこの動画の概要欄やチャット欄に購入ページのリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。このカメラどこにあるのかしら、はい、あそこだね。はい、一部の私たち藍染しずめペアのご注文締め切りは19時30分までとなっております。この後ね、あと28分ぐらい注文することができますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。たくさんのご参加お待ちしております。ね、このリミスタみんなすごい楽しみにしてくれて嬉しいですね。嬉しいですね、はい、では早速サインを書いていきたいと思いますよ。今日はのどかのくまちゃんのピンを借りる気満々の服で来ました。そして貸してもらいました。書きましょう。書きます。はい、すっごい久しぶりリミスタ PVP ぶりですね。ではもうこれ早速始めちゃいますよ。ちなてちゃん書きます。私はむめちゃん描きます。ちなてちゃん最近ハマってる映像作品とかよく見る YouTube とかあったら教えて。リコのおすすめでチェリマホを見ました。面白かったです。私も見ました。見た？見たね。いいよね、面白かったよね。ちなありがとうございます。わすごい、なんか久しぶり、1年ぶりだ。のどかもね、前回のリミスタが初めてだったよね。はい、書けました。ちなてちゃんありがとうございます。イエイ、こういう感じだったかしらね。毎回やるたびにもうなんかどんな感じでしたか忘れてるんだよね。次アロくん書きます。ありがとうございます。アルテマ楽しみにしてます。やったー、頑張るぞ。むめちゃん書けました。リミスタ待ってた、いつものどかちゃんに励まされてます。メタメグルのファーストシングル楽しみ、これからも応援してるね。ありがとう。クマ描きました。小屋さんありがとう。そこです。イエーイ、はい、アロくん描けました。アルテマ楽しみにしてくれてありがとうございます。私も楽しみです。ウサギ描いてます。ハムとかウサとかシトとか描きましたね。次ユチカちゃん描きます。サリナちゃん描きます。あ、コメントもね、あ、クマさん可愛いってさ、クマってやっぱ可愛いですよね。クマ可愛いね。こののどかのさ、クマちゃんピンよくさ使っとるやん、はい、だからつけたくて特に持ってきてとも言ってないのにあると信じてこの服着てきた。サリナちゃん書いてます。新曲発売おめでとうございます。これからも応援してます。ありがとうございます。ハム書きます。おい、サリナちゃん書けました。これからもよろしくお願いします。あ、待って、これ私一言書いてなかった。一言書きますね。ちょっとちなてちゃんもさっき一言書く。これ5月20日ですね。そうよ、一言。そうそうそう、おい、ゆちかちゃん書けました。初めてのリミスタ新曲2曲とも楽しみ。 RPG ちゃん兵庫と大阪行くよ。ありがとう。兵庫はのどかちゃんネットで参加する嬉しい。イラストまるくん書いてくれたら嬉しいです。まる、まるおだよって書きました。あと、よかったら実習始まるので応援してほしい。実習ファイト、ありがとう。ゆうなちゃん書いてます。限界 JK あおちゃん書きます。ゆうなちゃん書けました。岡山公演すごい良かったです。ありがとうございます。またいつでも遊びに来てください。岡山来てこれて嬉しかったです。イエイ、ディズニー楽しかったですか。楽しかった、めっちゃ楽しかったです。そう言ったんだよ、私とのどかとマッパの小障子とゆすらとね。あゆみんさん書きますよ。楽しかったディズニー、すごい久しぶりに行ったんだよね。10年ぶりぐらいに行きました。ほんとに生まれたてじゃん、前回のディズニー。そうなんですよ、生まれたてなんで。
すごい、なんかじゃあ成長してからの貴重なディズニーをもらっちゃった。そうだ、これがほぼもう初めてのディズニーみたいな感じで。いや本当そうだよね。えなんかすごい急に誘っちゃってさ、前日に、そう前日に、明日ディズニー行かんの急に前日に本当に行こうって思って急に誘っちゃったのに、喉が来てくれて嬉しかったな。あゆみんかけました。歯列矯正の調子はどうですか。いやなんかね、痛かったけどだいぶマシになってきました。ありがとうございます、頑張ります。あおちゃんかけました。 JK マイドルも大人が混ぜて偉い泣き、のどかの声が超超超好き、これからもできなくて体育祭のダンス頑張れていてほしい。あ、マロー君書いてくださるね。次、藍染めゆいかかけます。丸をかけました。あとなんか体育さんダンスって書いてあったんで、棒人間ダンスしてます。ありがとうおちゃん。はい、頑張ってるんだ。餃子ちゃんかけます。全然どうぞどうぞ。餃子ちゃんかけます。のどかちゃんふっかるって助かるってはい、藍染ゆいかかけました。カレンちゃんがのどかちゃんのこと溺愛する理由超わかる、あれはアイスしかないよね。そうなんやありがとう。のどかちゃん、ディズニーどれが一番楽しかったですか。のどかはスペースマウンテンが一番楽しかったです。スペースマウンテン超楽しかったね。2回乗ったよね。2回乗りました。1回目超怖かったよね。1回目はやばかったです。1回目めっちゃ怖かったんだよ、後ろに乗っちゃって、うん、しかも心の準備せずに乗っちゃって、そうこんなやばいんだって。そうなんだよ、全然そんな怖くないんだけどね、うん、しーちゃん書きます。なんか一個パスしちゃった私、乗り物なんだっけ、ビッグサンダーマウンテンだ。なんか昔に行った時乗れたんだけど、なんか急に怖くなっちゃってスペースマウンテンが怖かったから。え、でもあれは私は怖くなかったです、うん、え、あの、うん、乗った感覚がなかったんですよ。なんか、うん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 、それまでに急に足が急にもう止まんないぐらい震え出して、うん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 、やばいやばいってコシさんと笑ってるうちに落ちてたんで、うん、気づかぬうちに急に落ちてたみたいな。もう落ちること分かってたから。え、そうなんですよ、落ちること分かってたから、もうなんか落ちるって分かってるのに時間が長すぎて、めっちゃ長かった。10分ぐらいずっと、まだかな、何も楽しめなくて、それまでの空間も私だからね、ちょっと外でみんなのこと動画撮ってたしーちゃんかけました。メタミューズとしての初めてのシングルリリースおめでとう、ありがとうございます、頑張ります、これからも、ありがとう。餃子ちゃんかけました。のどかちゃんいつもありがとう、冗談じゃなく本当に生きる希望もらってます、嬉しい。リクエストののどかちゃんの書くポムポムプリンね、書きました。でもなんか忘れちゃってこんなになっちゃいました。あと名前の横に餃子書きました。できたらお名前の横に、あ、そうそう、これ読む前に書いたのすごくないですか。バイバーイ餃子ちゃん、いつもスコーありがとう。カレンのメンダコ書いてます。あ、のどかのメンダコ書いてます浮気者嘘だよ、ありがとう。おしましはいいことだから、うん、いいことです。はい、カレンのメンダコ押し増ししすぎてレッドグリーンブルーの RGB 推しになった浮気症ですありがとう、これからもたくさん応援してください。はい、押し増しはいいこと、メモメモおやちゃんのお野菜書きます。わ、おやちゃんって書いてある、ここにおやちゃん。のどかのめんだこかけました。今体調崩して休職中なんだからライブで元気もらってよかった。そんな仕事やめちゃいねえやってほしい、そんな仕事やめろあの仕事っていうことで仕事バッグみたいなの書いてみました。バイバイ、いつもありがとう。仕事バッグ
なんかこれ別に見えてもいい紐なのにさ、見えちゃいけない紐に見えるからちょっとおろそう。確かに。あ、いい感じです。うん、健全な感じ。健全な感じが。はい。書いてます。書き終わったみたいに言っちゃった。書いてます。アリサちゃん書いてます。はい、おやちゃんのお野菜かけました。ゾックの曲で好きなフレーズあれば教えてください。え、なんか急に考えると出てこない。じゃんじゃんじゃん。え、でもなんか私乙女心撲殺プレイ暴行キュンしちゃうのはめっちゃ好きです。てかダンスが好きです。あそこのフレーズの踊りがめっちゃ好き。なんか違うかも。お野菜ありがとう。なんか健全な紐の話題になってるな。書きます。アリサ書きます。あ、すいません、アリサちゃん書けました。同じかどうか分かりませんが、アリサちゃん先日のディズニーに行った時の思い出話があったら聞きたいです。なんだろう、なんか思い出がないみたいになっちゃってるんですけど、全部思い出すぎて、なんだろう。あ、でもコシャさんと、うん、コーヒーカップに乗ったんですよ。乗ってた乗ってた。それがもうめっちゃ気持ち悪かったです。回しすぎて、ね、回しすぎて、ね、気持ち悪くなりました。外から見てた。めっちゃ回ってんなって思った。めっちゃ回しました。時間あったらハム描いてほしい。ハム描きました。なんかね、これちゃん見たら分かるんだけど、出っ歯のイメージがあるのでね、ハムスターはなので、なんかお尻みたいな歯になっちゃったけど描きました。アリサちゃんありがとう。ありがとうございます。アリサ描けました。柏公園楽しみにしています。30秒動画いっぱい見てくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。私も来月ディズニー行くんだ。2人がこれ美味しかったっていうものありますか？テリヤキチキン、テリヤキチキン美味しかったですね。なんかね、私そのスモークチキンガチ勢なの、ディズニーの、うん、なんかそのいつもターキーレッグばっか食べてたんだけど、なんかこの間行った時にコショがそのテリヤキがうまいよって言ってて、いやいやって思ったの。でもめっちゃスモークターキーレッグしか勝たんからって思ってたんだけど、めっちゃ美味しかったね。めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったの。ちょっとね、なんか知らないものにもちゃんと触れるべきだなって思った。ももぴょん書いてます。まいこだもん書いてます。そう、照り焼きチキンレッグチュルチュルだったんだよ。あ、チュルチュルでしたね、うん、めっちゃチュルチュルだった。ももぴょん、ももぴょん、なんか最近なんかチキン、うん、みたいなお肉が食べれなかったんですよ、1週間ぐらい、うんうんうん、なんかでも今は食べれるんですけど、理由は食べてると鳥連想しちゃうようになっちゃって、なんか急にあのこっちが出てくるってこと？なんかと生きてる肉を食べてるみたいなの風に思っちゃった1週間があって、まあ、生きていた肉を食べてることに変わりはないんだけどね。 でも今は大丈夫です。ありがたくいただこう。ももぴょん書いてます。まいこだもん書いてます。ももぴょん岡山一部来てくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。ぴょんを書きましたよ。ぴょん、はい、次さあやちゃん書きますよ。まいこだもんちゃん書けました。聖子ちゃんの作の衣装とっても似合ってた。ありがとうございます。のぞかちゃんのツインテール大好きなのでまた見たいです。じゃあまたやります。おすすめのグミはありますか？おすすめのグミはね、ここに書いていたので、届いたら試してみてください。ありがとう、まいこだもんちゃん、ありがとう。すごい、なんかこのリミスト私大好きなんだけどさ、毎回楽しいんだけどさ、自分の字の汚さを痛感する機会でもあるわ。わかりますね。なんか字綺麗。いや、うまくないですよ。なんか学校行ってると、うん、学校の人がうますぎて。ああ、やっぱ現役ってうまいんだよ、字。まあ、現役の子が下手だけど。さあやちゃん書けました。おやちゃん大好きです。ありがとう。体、特に肝臓に気をつけてこれからも頑張ってください。頑張ります。ハムハー。
すみかさん書きます。藍染めフォントって言ってくれてる、ありがとう。すみか書きます。よしよしよし、ニューシングル発売おめでとうございます。ありがとう。あ、今回もねハムとかいろいろ書きますね。のどかのリチア書けました。あのさっき、今さっきリップとグリッターを受け取りました。しかもねさっきつけた、もらった瞬間開けて、ありがとう。よかったらマイメロ書いてみてほしい。書いたんだけど、これが合ってますかね、マイメロ。だいぶ違うねこんなんではなかったでしたし、だいぶ違うねあとあの SJK 頑張ろうって書いてあったんで書いたんですけど、 SC になってしまいました。 J がごめんなさい、訂正しました。ちゃんとありがとうリチア。すみかちゃん書けました。ニューシングル発売おめでとうございます。ありがとうございます。いつも見てくれて嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ありがとう。さの字書きます。マイメロとはってマイメロこんなんじゃないですかね。そっか、メタミューズとしてのファーストシングルになるのよね、これが。確かにまだ実感がないですね。不思議な気持ち。ほい、サの字書けました。ファーストシングルおめでとうということで、いつもありがとうございます。ファイナル頑張りますので楽しみにしてください。ほい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 。多分のどかちゃんが書いたやつ、うさはなって。うさはな、うさはなちゃんわかる？それもわかんないです。ほんと、うさはなちゃん私が子供の頃にめっちゃ人気だったやつだわ。カンと書きます。一生沈めのネオタちゃん書けました。ネオタちゃんなんか四つ葉のクローバーのイメージがあったので書きました。ありがとう。ゾックののどかちゃんもメタミューズののどかちゃんも応援してるよ、嬉しい。だからのゾックののどか、メタミューズののどか、とてもスコって書きました。ありがとう。カンと書けました。新曲とってもとっても楽しみです。早くライブで聴いて、早く聴いてほしいです。いつもありがとうございます。これからもよろしく。ね、うさはなめっちゃ好きだったって。そうよね、私も好きだった。ジェニゲ死ぬ、わかる。うさはなめっちゃコメント欄で人気になってます。そう、うさはなね人気だったの。そっか、うさはなは知らないのか、のどかは。お花ちゃん描きます。今日もね、リミスタさんはジェルエン弁当をくださってるんですよ。もう持ってきちゃいました。持ってきちゃいました。抱えてきました抱えて、確かにここまで抱えてきてた。抱えてきました楽しみ、ありがたいですね、いつも。早く食べたい。はい、カノンちゃん、ミッフィー描いてほしいということで描きました。これは動物園&水族館をイメージしました。魚と雲を描きました。ありがとうカノン。あれ、あ、すいません、カノンちやん、あんまり、ありがとう。お花ちゃん描けました。いつもカレンちゃん出演の席上と仕事がかぶり全然行けてなくて、すごく会いたいの。私も会いたいです。絵を描いてくれてありがとう。また気が向いたら描いてね。のこたん描きます。もぐもぐのどかちゃん見たいね。じゃあ早く、あ、丁寧に描くけどちゃんと。アイラブ N ちゃん描きます。
なんか今回のさ、アーシャさ、色が明るくてさ、描きやすい。え、描きやすいです。ほぼかもさ、私も結構白いところが多いから、うんうん、PV ペンって結構暗めでしたもんね。そうね、暗めでさ、お花もいっぱいあったから、うん、どこに描くか迷った。もうなんか髪が黒いんで。あ、そうなんですよ。そっかそっか、私は髪が赤いんで、うん、いくらでも描けるこのアーシャ撮影の日、寒かったね、はい、寒かったですね。まだ寒かったんだよ。今なら全然あの衣装で外出れますもんね。ねえ、私も余裕、この服。14歳鼻歌で歌う曲じゃないのとか言って。おいおい、ありがアイラブ N ちゃん書けました。さあ、チェキ来てくれてありがとうございました。おめでとうと、ハム欲しい、ハム書いたよ。あ、誕生日おめでとう、おめハムありがとう。あ、19時30分までなので、もう少しで受付が終了となりますので、買い増しなどしたい人がいましたら、ぜひぜひチェックお願いします。はい、メタ斉藤さん書きます。メタ、あ、メタって名前つくといいね。のどかののこたん書けました。のどかちゃん、のこたんだよ、やっほーやっほー。今日も世界一可愛いの大好き、ありがとう。ゾック楽曲の中でのどかちゃんが好きな歌詞のフレーズが知りたいな、そしてそれを書いてほしい、書きました。届いて確認してみてください。あと、のこたんちゃん、いつも爪をめっちゃね可愛くしてくれるイメージがあるので、手書いてみました。バイバイ。おい、メタ斉藤さん書けました。ティファニーティファニー発売おめでとうございます。あ、本当ですか、ありがとうございます。ん、本当に日本語になっちゃいました。いつも本当にありがとうございます。これからもずっとよろしくお願いします。ほい、アキさん書きます。かけました。インタビュー読んでくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、わがままカントかけました、ありがとう。のどかさん、応援の気持ちで購入ありがとう。なんかジム行ってるイメージがあったので、棒人間に筋肉つけてジム行ってる人を描いてみました、ありがとう。棒じゃないのえ、でも棒ですよ、見てください。こいつ、こじった、え、こげてくる、本当だ、すごい、頭いい。はい、届くの楽しみにしててください、ありがとう。ごめん、突っ込んじゃった。え、全然いいですよ見てほしかったです。あんちゃん書いてます。メタ斉藤さん書いてます。おい、あんちゃん書けました。現在岡山在住なんですが、先日の岡山ライブや香川のライブなど行けるときに来てくれてるみたいで、本当にありがとうございます。これからもぜひぜひよろしくお願いします。なんかさ、このさ、私のアーシャのさ、この腕のところ、うん、腕のところにさ、書いていいのかちょっと迷っちゃって、あんまり書けてない。腕が好きな人で、腕好きな人いたら悪いなって思っちゃった。どうですかね、腕書いていいですかね。ミヤビーノ書きます。メタ斉藤さん書けました、ありがとう。今回のツアーでのどかちゃんの本当の、ん、
今回のツアーで本当のどかちゃんの成長がすごくて毎回感動したしています。ありがとう。のどかちゃん自身は最近ここが成長したなと思うところありますか？でなんか特にないんですけど、食の好みが変わりました。ちっちゃい頃はカツ丼とかとんかつとか親子丼とかそういう系なんかあんま好きじゃなかったんですけど、そういうものが最近は好きになりました。ありがとう。書きたいように書いてほしい。あ、わかった。ありがとう。じゃ上の腕の方は書いても OK にするわ。みやびーの、みやびーの、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということでハムも書きました。写真ね、余白は少ないのよ、実は。OK。ありがとう。書きたいように書いてみます。次、みほ書きます。みほさん。ペンの出が悪くなってきました。のんちゃん、太いペンさ、待っとったかして。ありがとう。みほさん、書けました。ありがとう、いつも。これ、あんまりけど。なんか動物園風にクマ書けました。ありがとう。のどかだよって自己紹介もしました。ありがとう。あ、のんちゃん、のんちゃんって呼んでるのバレた。のんちゃん、たまにだよ。めっちゃたまに、のんちゃんって呼んでください。たまに、たまになんだけど。あ、そっか、あんまこういうの読んだことなかった。すっごいコメントくれ、恥ずかしくなってきた。のんちゃんだらけ。のんちゃんだらけになっちゃった。のんちゃんで、なんだっけ、最初にライダーがのんちゃんって呼んでて、そうなんですよ、確かおじさんが、そうライダーがのんちゃんって呼んで、のんちゃんは今こうですってLINEが来てて、なんかのんちゃんと思って、そっからたまに呼ぶ。じゃあのんちゃんって呼ぼう。呼んでください。みほちゃん書けました。うさちゃん書けましたんで購入ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。のんちゃん呼びかわいい、ファンも呼んでいいのって。え、いいですよ。え、いいってやったね。呼んで、みんな呼んでもいいってさ。すんごいのんちゃんだらけだよ。のんちゃんだらけになっちゃった。のんちゃん、おやちゃん、このみちゃん書けました。のどかちゃんのこと見ると惚れてまうやろってなります。ありがとう。これからもたくさん素敵な姿見せてください。見せます。これはカエル書いてみました。かわいいよねカエル。ありがとう。おやちゃん、のんちゃんってめっちゃ来てるから、小文字の時にのどかのことのんちゃんって呼ぼるだろう。よきです、それめっちゃ。小文字ののどかがのんちゃんなの。私のおやちゃんみたいに。めっちゃ良きです。あり。でも小文字声もあともうちょっとだね。え、ですよね、うん、なんか気づいたらさ、あと2箇所になっとったよ。ちょっとでもそう考えたらツアーももうあとちょっとってことですもんね。寂しいね。え、超寂しいです。おい、みおちゃん書けました。書けました。いつもありがとうございます。これからもよろしく。のんちゃん、エゴサしやすいってさ。え、本当ですか。そうなんや。確かに。ゾックののどかとゾックののんちゃん。あ、いいですね。いいですね。親のんって呼んでしてますよ。親ちゃんとのんちゃんで。親のん。親のんかわいい。親のんかわいい。親のん会。親のん会です。みさきちゃん書きます。みさきちゃん、のどかのエマ書けました。いつもたくさんありがとう。のどかちゃんのパフォーマンスに惹かれて大好き大好きで、可愛いのどかちゃんに一生懸命見えてます。嬉しい。最後に愛嬌いっぱいでのどかのエマでお願いします。のどかのエマだよ。ありがとう。水族館筆魚にしました。ありがとう。みさきちゅん、わがまま聞かせて何でもやるよ。じゃあ書きましたんで
読んでください。ありがとう。え、でもさ、そうだよね、小文字がのんちゃんなら後に公園の限定の名前になっちゃう。確かに少ない。めっちゃ少ない。いや、今のうちにみんなでいっぱい読む、うん、うな、書きます。コメント入れ忘れちゃったの、ありがとう。金沢公園楽しかったです、ありがとう。また来てね。ということで、うな書きます。うな書きました。受験頑張って、頑張って、体に気をつけて、無理せず良い結果となりますように応援してます。メータン書けました。7月7日楽しみにしてます。今日の髪型のこだわりはありますか？なんか結構今日何にしようって考えてたんですけど、これをつけたかったので、でなんか一昨日ぐらいからまずツインテール版のこれやったりとか、ストレート版のこれやったりとか、巻いてみてこれつけるとか練習したんですけど、ストレートが一番良かったのでストレートにしました。ありがとう。すごい、一昨日から考えてたの。めっちゃ考えてました。めっちゃ真面目、エロ。めっちゃ楽しみでした。これ私は今朝思いつきました。のどかにピン借りようって。のどかの K 書いてます。おい、藍染めのリリちゃん描けました。リリちゃん大好きだよ、学校頑張ってね。買ってくれてありがとうございます。描いたよ、ありがとう。のどかの K 描けました。札幌のライブであるの超楽しみ、楽しみ。飛行機墜落しないように本当に願っててください。時間あったら北海道っぽいイラスト描いてほしい。なんか北海道っぽいの買わなかったので、もう北海道描いちゃいました。ありがとう。いつもマステ使ってます。みゆちゃん描いてます。おい、みゆちゃん描けました。7月7日アルテマで行くよ、ありがとう。エヴァ好きなのね、シと書きました、ありがとう。よし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 。前里奈ちゃん書きます。あ、塩リンゴ書いてます。このね、コメントのとこにさ、書いてほしいものをね、書いてくれたら大体書ける。書けます。あんま難しくなければ書けますので。塩リンゴ書けました。いつもありがとう。6月現場たくさんだから楽しみにしてます。嬉しい、会えるの嬉しい。あとティも送ってくれてありがとう、使わせてもらってます。ありがとう、すこすこ、ありがとうございます。まいりなちゃん書いてます。たくさんコメントしてくださいね、みんな。よいしょ。熊本来てくれてありがとう。くまモン描いてほしいとのことだったので描いたんですけど、なんかその赤いのがないと私のくまモンはくまモンになりにくくて、ちょっとクマなんですけど描きましたんで、ありがとう。ちゃちゃちゃ。KZKさん描きます。リホチ書けました。のどかちゃん大好きだよ。のどかもリホチのこと大好き、ありがとう。リボン書いた、かわいいでしょ、ありがとう。よいしょ。あと
KZK さん書きました。ファーストシングル発売おめでとうございます。ありがとうございます。いつも本当に来てくれて嬉しいです。またよろしくお願いします。2人の今日のメイクのポイントを教えてほしいです。今日はのどかにもらったリップグロスを塗ってます。イエーイえ、のどかはなんだろう、マスカラ、まつげあげました。かっこいい。え嬉しいです。反応に困りました。ごめん。全然大丈夫です。ライブ行ってみたいけど一人で行く勇気ない。泣き泣き。あ、でも一人で来てる人多いよね。多いんです。人めっちゃ多いから、うん、みんな一人だから、あのラーメン屋だと思って。あ、確かにラーメンだ。ラーメン屋だと思って。で、隣の人と例えば肩が当たっちゃったらごめんなさいって書いて仲良くなる。嬉しいねぐらいの感じで、はい、気軽に来てください。来てください。ネオちゃん書きます。ネオちゃん、石金かけました。のどかちゃんの好きなパスタ教えてください。のどかはペスカトーレが好きです。でもペペロンチーノも好きです。ありがとう。おい、ネオちゃんかけました。ミサリのカレンちゃん見て雪解けられて学校に行けるようになってから。あ、本当に、わ、やった、嬉しい。やったぜ。体に気をつけて無理せずこれからも頑張りましょうね。ありがとう。ラーメン食べたい。よし、あやくそ書きます。ゆちゃん朝だよ、起きて。これは多分アラームの、アラームにするんですかね。ゆうちゃん朝で起きてて名前です。のどかちゃんこんにちは。ライブの日はバッチリ起きられるのに仕事の日は眠すぎて困ります。厳しめに起こしてくれませんかってことで、起きろーって書きました。いつもありがとう。すこ、あやくそ書けました。いつも応援してくれてとてもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いしますということで書きました。また来てね。ゆきちゃん書きます。ゆきさん、一生沈めなんちゃん書けました。この間岡山のライブ本当楽しかった。のどかも楽しかった。めっちゃ笑顔で楽しんでくれてて超嬉しかった。本当ありがとう。ひまわり書いてくれたら嬉しいなってことで書きました。ありがとうね。おい、ゆきさん書けました。5月4日に結婚したんだ、おめでとう。お幸せに書きました。ありがとうね。2人とも夜ご飯はこれから、もう食べた、これからです。ジョジョ園弁当食べます。この後超食べたいです。漏洩大臣のせいで MV が楽しみでしょうがない。あの人何言ったんだろう。あの人何言ったんだろう。尾崎くるみ書きます。くるみんラブリーだよ。
かわいい、くるみなぶりんです。ありがとう、また来てください。嬉しいです。そうだ、にっちゃん昨日、うん、ティファニーティファニーの漏洩しますって言って、うん、でじゃあ行きますって言ってなんか、うん、あっという間にお湯が沸くティファーニーとか言ってましたよ。見てましたそこ、なんかめっちゃつぼってました。どんな MV が上がるんだろうね。おもろいなあの人。しずめ翼かけました。福岡スコ翼スコってかけました。初めて福岡のライブ見てのどか姫の歌姿に感動しました。嬉しい。自主作成ののどか姫刺繍バッグいつか見せに行きたい。え、見せてほしい。あのいつもツイッターでなんかその勝手を載っけてくれるの嬉しいです。逆にのどかの推しキャラ書いてほしいな。推しじゃないんですけど、別に推しでもいいんですけど、ドラえもん個人的に書くのが好きなんで書きました。バイバイ。ほい、コウジさん書けました。応援してくれてありがとうございます。ハム書きましたんで、ぜひぜひ楽しみにお待ちください。ありがとう。ティファーニー、え、でもめっちゃつぼりました。ティファーニーめっちゃ面白い。え、のどかが今歌いそうでした今。あー、気をつけて。ティファーニーで弱かったです。やばいね、もう結構ヒヤヒヤするよね。めっちゃヒヤヒヤします。自分に一番ヒヤヒヤする。私もあ、これ曲だったって今なりました。なりました。リチャ書きます。のどかの寛大生かけました。これからも一生沈め推し、嬉しい、ずっと応援してるよ。大きいハートか好きな落書き書いて、大きいハートと好きな落書き、ハート風、ハート風の落書きかけました。ありがとう。おい、リチャかけました。前回リミスタ買わなくて後悔したから、今回とっても楽しみ。あ、買ってくれてありがとうございます。これからも虫べにしてもらえるように頑張ります。書きましたよ、ありがとう。二人の好きなマッパ曲なんですか？あります？マッパ曲で好きな曲。え、でもなんかもう最初そのアルバム、うんうん、アップルミュージックで全部聴いた時に、うんうんうん、恋バカ好きだなって思いました。あ、恋バカいいよね、やっぱめっちゃいいよね。私もすごい好き。私はやっぱニルバーナ、あー、ニルバーナめっちゃ好きです。かっこいいよね。ティフの映像を見て、うんうんうん、ニルバーナめっちゃいいってなりました。一番最初の映像の時だね、はい、もう子さんだもんね、マッパ子さんだね。マッパ曲すごくいいです、うん、大輝書いてます。タターン大好きさん書きました。ゾックツアーとっても楽しいです。農家も楽しい。カレンちゃんとのソーヤミルキーロードめちゃ最高でした。また聴きたいなですって。イエーイ、ありがとう。またカレンちゃんのソーヤやれたらいいなと思います。スコーありがとう。おい、唾液かけました。いつもありがとうの唾液な気がします。これからもよろしくお願いします。イエイ、書きました。おいおい、へっぽこぽこサブロを書きます。え、でもね、新曲を生配信で鼻歌しちゃったことある人もいるみたいだ。やっぱありますよね、うん、よ。だって自分たちの中ではもう怪しいもん。怪しい。でもファンの人はまだ知らないじゃないですか。でも知ってると思って普通に歌っちゃいますよね。マジでいつかやりかね。もうティファニーティファニーは頭から今抹消してます。さよなら。ほいほいほい。あ、やっぱニルバーナいいよね、好き。私もめっちゃお腹空いてきた。超すきましたもん、ね、お腹空いたね。
喉ももかけました。一生のどかんとりこだよね。金沢ありがとう。いっぱいもうとりこになりました。嬉しい。なんかのどかの笑顔が好きってことで、なんかおばあちゃんみたいな笑顔になっちゃったんですけど、ニコちゃんマイクかけました。おいへっぽこぽこサブローをかけました。使徒を書いてほしいとのことだったので書きました。そこ子育て頑張ってください。いつでもこれそうなタイミングで遊びに来てね。おい次リホチ書きます。これ私とのどかのさペースってどうなんですかね。これゆっくりですかね、早いかな。なんかもうちょっとゆっくりやりなさいよとかあったら言ってくださいね。変わるからさておき、まあ、早くかけたらみんなもぐもぐのうちらが見られる。あ、そうだね、早くかけたらもぐもぐできる。頑張る。カレンちゃん明るめカラコンも可愛かったって。あ、気に入ってた気に入ってた。なんかね、家になんか2個ぐらいだけあって、うん、明るいやつがちょっと気が向いてつけたんだけど、もう戻しちゃいました、元のやつに。可愛かったです、あの明るいの。じゃあまた今度明るいの買おうかな。考えよう、何買うか、はい、ということで、マミちゃん書けました。どんどんお姉さんになってくるのが楽しみです。ありがとう。よかったら得意な動物ね、描いてほしいです。なんか得意かわかんないですけど、クマとカエル描きました。なんか頭が丸くなってる絵が多分好きですのとか。ありがとう。おい、リホチ描けました。歌声好きって言ってくれてありがとう。7日ライブ頑張りますんで楽しみにしててください。ありがとう。カレンちゃん目いいですか？悪い。そして喉かも視力があんま良くなかったはずだ。喉かと感じたら多分カラコンじゃなくて度数一緒だよ、ね、度数一緒です、うん、二人とも悪い。なほなほさん書きます。お二人のペースでありがとう。イエーイ、ありがとう。のどかのリオちゃん描けました。マジリオちゃんスコーって描けました。のどかちゃんの下ペロが大好きなの言ってほしい。かわいい。あ、なんか下ペロの顔も描けました、あの絵。あとウサギ描いてほしいということでウサギも描けました。ありがとう。出入りカラコン作るの大変？うん、そんなことないよ。眼科ちゃんと 言っとけばどこでも買えます。ドンキとかでも買えるし通販でも買えるよ。眼科苦手なんだよね、怖い。眼科のあのなんか、うん、顎を置いて目開けててなんか風ピュッてくるやつあれめっちゃ苦手です。気球みたいの見させられて、なんかさ苦手ピュッてなんないのとさなるの悪くない？あります。くるくるくると思ってあなかったっていうこと。これはないやつか。お家のやつはないのよ、うん、気球がピュッて出るのよ。気球がピュッてあれやだね。お家のやつ出ないんです。いつも失明しますよって言われるのよね、一番が言ったら。なんか物もらいとかで言ったら絶対このままだと失明しますって言われる。目の扱いが悪い。失明って考えたらなんかちゃんとコンタクト外そうって思いますよね。ちゃんと目のことちゃんとしようって思うよね。あ、めっちゃわかるって。眼圧を測ってるらしい、あれ。眼球にゴーされるやつ。おい、なほちゃん書いてます。おい、おい、なほちゃん書けました。ヒアルロンリーガールからの出会いで沼りました。あ、前からありがとうございます。おい、28日東京でお会いできます。待ってます、頑張ります。イエーイ、待ってます。あゆさん書けました。ありがとう。いつものかマジであゆさんの喋り方が優しくて超スコです。明日の山梨地元なので初めてゾクが来てくれる、嬉しい。のどかも山梨行けるのめっちゃ嬉しいです。富士山見れたら嬉しいです。あゆさんありがとう。
かゆちゃん、カラコンの付け方を教えてください。利き手じゃない方の手で下まぶたを引っ張り、利き手で右…ん？どうだったっけ。利き手じゃない方の手で上まぶたを引っ張って、利き手で下げつつ、人差し指で眼球にゴールです。ゆきちゃん描きます。気球見えた瞬間覚悟する。覚悟します。分かる分かる。のどかの音波書けました。ポンポンプリン書いてほしいなってことで書きました。こんなんだよね、ポンポンプリン。たくさんのどかのことたくさん知れて嬉しいよってことで、もっと知ってもらえるようにいろいろやりますいつもありがとう音波ちゃん。そこほい、ゆきちゃん書けました。いつも歌を聴いてくれてありがとうございます。これからも頑張りますのでどうぞよろしくお願いしますということで書けました。ピカチュウシンジ書いてます。コンタクト入れるの怖くないですか。うん、怖かったけど、私最初にコンタクトしたのが小学校6年生だったんだよね。なんかバレエをやってて、回るたびにメガネが吹っ飛ぶから作ったの、お稽古用に。だからもうなんか怖いとか忘れた。かけるさん書きます。ピカチュウシンジ書けました。最近猫の動画見たり、のどかちゃんの TikTok 見ることで仕事のストレスから解放されます。仕事大変ですよね、頑張って。あとギャグ線高いねなんかピカチュウ新時期の、うん、そのチェキ来てくれて、うん、あのポーズどうしようどうしようってなってたんですよ。でずっと手がなんか、うんうんうん、どうしようかなってなってたら、なんか急にじゃあメタミューズでっていうポーズなんかもうできとる。いやそうなんですよ、ポーズもできとる。じゃあメタミューズでみたいな感じで今日つぼりました。逆線高いピカチュウ信じありがとう。メタミューズのね、新しいポーズもきっとゾッコを作った時みたいにリコが正解を作ってくださることでしょこれは多分で分からない、リコが考えてきたのもうこれかもしれないほい、ではかけさんが書けましたので読みます。詩と書いてほしいってあったので詩と書きましたよ。いつも楽しんでくれてありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。おすすめのラーメン屋さんは天下一品です。京都で本店に行けたの。売れないのゆうちゃん書いてます。なつちゃん書けました。いつもオタクたちに癒しをくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。一生沈めってこと、一生沈めのどかだよねって書きました。お気に入りイラストは超幸せそうなこのうさぎ書いてみました。ありがとう。そこハートもあげる。おい、くれないのゆうちゃん書けました。岡山広島来てくれてありがとう。のどかれんちゃんといえばかれんちゃんの夢の中みたいににゃんにゃんかれんちゃんみたいですにゃんかわいいですね。のどかかわいいですね。ごいごいしてるねじゃん、かわいいですね。お顔がとてもかわいいですねみたいな夢でした。気持ち悪いですね。ありがとうはい、みゆちゃん書きます。おさむさん書けました。ありがとう。アカペラからの急成長に驚いてます。ありがとう。これからも成長過程見せます。ありがとう。そこ
ん書いてます。麻婆さん書いてます。みゆさん書けました。ゾック口の時テレビ電話したものです。無事に女の子産みました。おめでとうございます。くっそ痛かったけど母子ともに健康です、ということですごく安心しました。これからも健康に楽しく暮らしてください。ありがとう。再現再現ありがとうって言われた。麻婆さんかけました。麻婆豆腐美味しいよね。ありがとう。会ったことないけど好きです、ということでいつか会えたら嬉しい。麻婆豆腐かけました。ありがとう。夏ちゃんじゃなくて男なんですとさっき書いた。あ、すいません、でもちゃんつけてないです。夏くんありがとう。すいません、マジあるよね。ということで麻婆ありがとう。リカちゃん書いてます。新曲楽しみですっていっぱい書いてくれて嬉しいね。うん、嬉しいです。私たちも楽しみよ。うん、ほい、リカちゃん書けました。わーい、わい、東京公演夜の部 VIP とファイナルアルタム VIP できました。いつもあり応援してます。ありがとう、待ってます。おとちゃんかけました。シングル発売おめでとう。ありがとう。のどかちゃんのおかげで遠征したら美味しいもの食べて帰ってきたり、マジでありがとう。こちらこそ嬉しい。のどこしょゆすぞめディズニーのエピソードよければ聞きたいです、ということでここに書いてきました。ありがとう。あとちゃんすこピース、ミヤビーヌ、これ2枚目かしらね、書いてます。ありがとう。マリナティア書いてます。ミヤビーヌかけました。リミスター私もできて嬉しいです。おい、新曲が早く聴いてほしいです。ハムかけました。動画もありがとう。これからもよろしくお願いします。NS さんかけます。マリーナちゃん書けました。大好きだぜ。オタクになれて幸せです。ありがとう。こちらこそオタクになってくれてありがとう。これからも幸せ届けます。ありがとう。学校の後の24連勤、2人の可愛さで頑張れる。うわ、大変です、頑張って、応援してます。ほい、NS さんかけました。遠方にお引越しされるみたいで、ね、もう少しの間のかもしれませんけども、またずっと応援してもらえるように頑張りますね。これからもよろしくお願いします。いつもありがとうございます。カリちゃん、サティの MV 撮影のお手伝いはスカウト来たんですか？そう、聖子さんに誘ってもらったんですよ。私もともと美容学校に行ってて、そういうヘアメイクのお仕事がしたいなと思ってた時代もありましたので、すごい嬉しかったですね、誘ってもらって。ぜひサティ素敵な曲なので皆さん見てください、 MV。 はなちゃんかけました。のどかちゃんの頑張ってる姿を見ると自分も頑張ろうってたくさんやる気や勇気がもらえます。アイドルになって出会ってくれてありがとう、ということで、こちらこそ本当にありがとう。マジ出会えて超嬉しい、ありがとう。はなちゃん昨日来てくれたかな、ありがとう。すごっ。おい、ランディさんかけました。見た見やずになってからも引き続き応援します。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします、ということで書きました。ありがとうね。ね、こうやってね、その結構時間が経った後もやりたいことやらせてもらえてて嬉しいなって思いましたね。さっきの時は、まあ、全然ほとんどね
私は結構お手伝い入れてるんですけどね、名前入れてもらっちゃいました。さやかけましたね。いつもストーリーなんか可愛く作ってくれてありがとう。全部見てます。柏行くよ、のどくビップ楽しみ。めっちゃ可愛くデコる、ありがとう、好き。マリエちゃんかけました。ジョーバチとのライブ楽しみにしてます。もう私も今からすごい緊張してます。ジョーバチさんとのライブ絶対素敵にします。ありがとうございます。かけました。わがまま聞かせてゼック書きます。2人の好きなスタバ教えてください。私キャラメルアップルなんとかティーみたいなにっちゃんがおすすめしてたやつがめっちゃ好きになりましたね。まだあんのかな。美味しいです。野中はあのクリームの乗ってないパインのジュースみたいなのあるじゃないですか。あ、そうなんだ。なんかパインのほんとクリーム入ってないほんとジュースみたいなのが好きです。飲んでみたい。美味しいです、めっちゃ。カルピかけました。いつも DM ありがとう、見てる。めっちゃジャケシャ女神みたいで素敵です。イエーイイエーイ。のどかちゃん、うさぎのイラストお願いしてもよろしいでしょうか。いいですよ、かけました。うさぎ可愛くかけた気がする、ありがとう。おい、わがまま聞かせてゼック書きました。仕事辞めたすぎて辛いけど頑張るね、無理せず頑張りましょう。わがまま聞いて、みきちゃん書きます。カービィ、みきちゃんを今書いています。あ、いちごチョコ始まってるんだ、スタバ。のんものんものどかだけのレーナ、ありがとう。あ、プププって書くね。あとカービィも書きましたが、こんなんだっけカービィって。え、大丈夫、こんなんだよね、大丈夫かな、こんなんだったかしら丸くて足が生えてるみたいなのが再現できた気がします。いつもたくさんの幸せありがとう。ほんとこちらこそ、レイナありがとう。そこおい、ミキちゃん書けました。買ってくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、ハムも書きましたんで待っててください。ありがとうね。いちご結構甘いのか、飲めるかしら、飲むけど。おい、マチ書きます。キリちゃん、のどかちゃんいつもお疲れ様、北海道行く予定。あ、嬉しい、会えるの楽しみ。北海道得意な絵描いてほしいなってことで、ドラえもん描きました。中1の頃からドラえもんが得意です、ありがとう。中1の頃からなの。はい、中1の頃に練習して、練習したんだ。そこから描けるようになりました。どうやもんね、ドラえもん描くの。なんか描いたよね、前。前描きましたほい、ではまちちゃん書けましたので、可能であれば画面に向かって猫耳カレンちゃんください。はい、行きます、せーの。かわいい。はい、まちちゃんありがとう、これからもよろしくお願いします。あ、ノンホイップとかできるんだ、スタバ。え、そうなんですかね。フラペチーノ系もできるのかな。そしたらなんかも飲めるよね。え、超飲みたいです、ね、クリームがなければ美味しそう。いちごは好きだもんね。はい、できるかもしれないね。
京香ちゃん書きます。なおや書けました。初日が地元愛媛公園でめっちゃ嬉しかった。のどこも嬉しかった。これからもパワーたくさん届けます。みかん書いてほしいということで書きました。ね、なおやいつもありがとう。フラペチーノもノンホイップできるらしいです。本当に？じゃあのどかスタバ飲めるね。今日からスタバになります。スタバスタバスタバっていうのほい、京香ちゃん書けました。ハムちゃんとシトちゃん書きましたよ。これからもよろしく。ありがとね。シロップ抜きは限定だとできなかったりするけど、ホイップはできるよって。あ、スタバーになれるね。スタバーになる。どうかスタバースタバーになります。よし、お、こちらも京香ちゃん、違う違う、京香抜きます。あずさちゃん書けました。金沢で初めてのどかちゃんに会いに行きました。嬉しい。これからもキラキラ入れるように頑張ります。よかったら猫描いてほしいということで猫描きました。ありがとう、あずさちゃん。はい、きょうかちゃん描けましたね。なかなかねこのご時世で会いに来れないとのことですけど、こうやってリミスタとか参加してくれて本当にありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。機会があったら遊びに来てね。よし、さわなさん書きます。のどかのしおんちゃん書きます。のどかのシオンかけました。ありがとう、いつも本当ありがとう。のどかちゃんちの丸尾かわちくて大好きだからイラスト描いてくれたらしい。丸尾だおってかけました。丸に伝えときます。ありがとう。おい、さわなさんかけました。マッパ名古屋の記憶をお守りに少しずつですが毎日頑張れています。来てくれてありがとうございます。これからも頑張っていきましょうね。体に気をつけて。一葉書きます。うゆちゃん書けました。初のリミットです。受験終わったら絶対に行きます。それでも頑張り、それまで頑張れます。嬉しい。受験ほんと大変だと思うけど頑張ってね。これが届いん、これを届いたらん、これをもらって頑張ってください。嬉しい。ありがとう、ゆちゃん。受験ファイト。おい、一葉かけました。押してから1年経します。1周年だね。これからもよろしくお願いします。とのことで書きました。ありがとう。おい、坂本書きます。なんかここがピヨって出る。しずめひなたちゃん、ありがとう。ティファニー、ティファニー、どんな曲か今から楽しみ。収録で大変だったこととか、ここ聴いてほしいとかあったら教えて。ではティファニー、ティファニーは言わないので、わがままパジャマは、まあ最後のどかのそうこんなくっちゃ始まらないを聴いてほしいです。ありがとう。ちいかわ、思うちいかわ書いてほしいって、こんなんで合ってますか。ありがとう、ひなたちゃん。そこでは坂本かけたので
読みます。岡山来てくれてありがとう。こちらこそありがとう。岡山行けてよかったです。千堀公園好きだったよね。ありがとう。また来て。いつもありがとう。おい、ユナタン大好き。書きます。ユナタン書けました。いつもたくさん来てくれてありがとう。ハートたくさん書いてほしいってあったんでちょっと多めに書けました。ありがとうね。これからもよろしくお願いします。しずめなっちゃん書けました。マジスコだ。ちょっと前だけど加入しておめでとう。ありがとう。明日山梨寮母行くよ。え、嬉しい。明日会えるの嬉しいね。本当ありがとうね。いつも DM もありがとう。なっちゃんすこ、クロノさん書いてます。すいません、これってどういう意味ですか。わがままパジャマ初見の人はラストのタイミング間違えて拍手する罠。一番最初のさ、お披露目の時にさ、なんかさ、まだ終わってないのどかの最後のところが終わる前にさ、拍手起こってさ、みんながあってなったのを見て、あ、新曲発表したって気持ちになった。地方の公演とかでも毎回みんな初めて聞く人が多いじゃないですか。みんなパパパパそう、コーンだけだからさ、あれめっちゃ好き、めっちゃ好き。でももうなくなっちゃうって思うと、ね、ちょっと寂しい、ちょっと寂しいです。しばらく怒ってほしい、ね。クロちゃん書いてます。ドラ玉書いてます。よし、クロちゃん書けました。ハムハー、ありがとう。またね、来てほしいです。めとめとになってもかいちゃんが作るですね。ありがとう、ありがとう。なのだへけ、面白い。みんなが拍手気をつけなくてはってなってる。むしろわざとやらかしたいって人もいますよ。チェリブラさん書けます。初任給でリミスタ買ってくれたん、ありがとう。私何か初任給とか初任給かな、初めてのお給料ってことだよね。何に使ったっけ。でもお母さんに何か買った気がします。ベタだね。はい、ドラ玉書けました。3枚ありがとう。3枚ともね違うの書いて、1枚目はドラ玉ってことでドラえもんと卵が思い浮かんだのでドラ玉2、ドラえもんと卵書きました。ありがとう。なんかうちわにもなります。おい、チェリブロかけましたね。初めての給料でリミスタ買ってくれてすごく嬉しいです。なんかハムかシトが欲しいとこのことだったのでどっちも書いておきました。これからもよろしく、ありがとう。おいおいおい、カレンちゃん書きます。同じお名前、同じ名前、同じ名前。小田吉かけました。のどかちゃんに出会えたのは半年前だけどそこから毎日人生がハッピーです。嬉しい。これからもたくさん会おうね。ありがとう。カレンちゃんかけました。新衣装めちゃくちゃ似合ってて可愛いしファイターレッドでかっこいいね。ありがとう。私もすごく気に入ってます。2着とも。これからもよろしくお願いします。書きました。まほちゃん書きます。
のどかの香木みのりんかけました。香木であってんのかね、読み方。のどかちゃん大好き、かわいい、無敵すぎる女の子、養いたい、養ってください。嬉しい、働けって言ってください。働け、ありがとう。みのりありがとう。あ、ミッフィー書いといたよ、いつもミッフィーつけてるから。まほちゃん、うん、かけました。 RPG ツアー金沢藍染めピンクで行きました。ありがとうございます。ね、次もね遊びに来てくれるの楽しみにしてますので、こちらも楽しみにしててください。ありがとうね。ゆきるさん書きます。ラブラブのどかかけましたね、はなちゃんだよね、ありがとう。これ昨日のどかがつけたあだ名をねこれにしてくれて嬉しい嬉しい。シナモン書いといたよ、はなちゃん、ありがとうね。ゆきりさん、名前と一緒にいっぱいハート書いてくれて嬉しいですとのことなので、いっぱいハート書いてみました。応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。谷間流書きます。カレンちゃん身長何センチですか？私は160ジャストなんだけど、最後に測ったのが多分10代の時なので、測りたいけど多分160です。ありがとうございます。ありがとうございます。のどかのが背が高いよね。のどか東京ピンクで一番背高いんじゃない？多分高いです、うん、意外とね、意外と高いです。これからも伸びそうだね。でもなんかこの間、うん、測ったのが多分1年前ぐらいが164だったんで、でもなんか伸びてるってファンの人に言われたんですよ。なんか最初会った時は伸びてるよ多分。だから感じけど伸びてます。伸びてる。のどかは成長期。赤パンありがとう。のどかちゃんと藍染さんにずっと気になってた質問があります。のどかちゃんと藍染さんはどちらの身長が高いのですかっていう質問です。あ、なるほどね。なのでのが高い、ここに書いておきました。ありがとうね。そうなんだよ、赤パン。あ、ゾックの中での背の順を教えていただけたら幸いです。ゾックの背の順、背の順、今はまあ一番低いのがリコちゃん、うん、その次が、マロちゃん、いや、でも聖子ちゃん、聖子ちゃんで、聖子ちゃん、マロニちゃんが同じぐらいで、私、あ、ジョナちゃん、あれ、ジョナちゃん、でもマロちゃんとかニッちゃんと同じぐらいな気持ち、ちっちゃい気がするから、リコ、聖子ちゃん、ジョナ、マロニ、あたし、のんちゃん、うん、だ、はい、だ、意外とみんなね背がそんなね高い方じゃないのに、うん、ゾックは。おい、谷間流かけました。いつもとてもすごくありがとう。これからもよろしくお願いします。サラチュかけました。ありがとう。7月4日の名古屋絶対行くね。野坂ちゃんとチェキ取るのが夢だったから叶いそうで今からドキドキしてますね。ありがとう、嬉しい。名古屋地元なので楽しみです、より楽しみです。会えるしね、サラチュに。ありがとう。ハルリ書いてます。野坂のユキホ書きます。ハルリかけました。新曲楽しみにしてくれてありがとうございます。これからもいろんな曲が歌いたいですね。見ててくれて嬉しいです。かけました、ありがとう。背の順で集合写真見てみたいって。あ、確かに見てみたいですね。今度撮ってみようか。たっくん書きます。のどかのゆきほちゃん書けました。
大好きです、これからも末永くよろしくお願いしますということで、こちらこそです、本当ありがとうね、愛してるって書きました。たっくん書けました、いつも元気もらってます、これからも頑張ってください、ありがとうございます、これからも頑張りますのでどうぞ見ててくださいね、ありがとう。ほい、寿司ちゃん書きます、ずっと応援してます、ずっと大好きです、ありがとう、書きてます、今読んじゃったぜ。みゆ書きました、1周年おめでとう、ありがとう、最後にそろそろテストあるからテスト頑張ってて行ってほしい、ずっと大好き、え、テストってマジで大変だよね、だけど頑張って、まあテストなんて悪くても大丈夫だよ。すしちゃん書けました、ずっと応援してくれてありがとうございます、これからもどうぞよろしくお願いしますということで書きました。そうだよね、のどか学校も行ってるもんね、えらいわ、両立って大変だと思う、私は1個のことしかできないんで、えらい。藍染めのワポム書きます、みんななんか身長気になってたらしいよ、その順どうなのか、確かに気になる、確かにそんな話する機会ない、踊ってるとそんな身長とか気にする暇もありますよね、そうだよ、お客さんも踊ってたらさ、リコ一番でかいやん、マジででかいです、マジでさ、でかいやん、リコすっごい背高く見えるというか、わー、すんごい手が真っ黒になってました、嘘、あ、ほんとだ、なんか多分こういうの苦手なんで困っちゃいましたということで、風民谷のムーミン書けました、 TPF さんの特典会で風民でしてたらムーミンって言われたから解明しちゃった受けた、ありがとうね風民、いつもあのろうそく、あの不時着のろうそくちゃんと持ち歩くんだぞ、ありがとう。藍染めのワポム書けました、言ってほしいことじゃ言います、私がいるから彼氏なんていらないよね、ありがとうございます、これからもよろしくお願いします。古書さんよりのんちゃん大きい、うん、多分そうだね、多分でかいですね、うん、なんかそうだね、背高く見えるもんね、うん、あの人は、でものんちゃんのが高いんだな、そうです、マリナ書きます、私もあと2センチ欲しかったなってよく思う、え、でも160ってちょうどよくないですか、うん、なんかあとちょっとあってもよかったって思う、のどかさんのハムチを書きました、ありがとう、ネバグリの髪の毛めっちゃ可愛く、私めっちゃ似合ってた、終始のどかちゃんのメロメロで幸せな時間、え、のどかも嬉しかった、カキ食べれましたちゃんと、ということでカキのね絵描いてほしいということでカキ描いてみました、どういい感じだよね、ありがとうハムチを、すごっ髪の毛マジ可愛い、でもイメージと身長って違ったりするよね、え、本当ですよね、うん、意外って言ってたから、うん、マリナかけました、マリナちゃん、カリちゃん大好きですとのことで、私もそこだよ、ありがとう、またね、またねいつもありがとうございます、これからもよろしくお願いします、井戸さん書きます、ゆりちゃん書けました、ありがとう、いつもありがとうね、
の気持ちを込めて、あのちゃんと可愛いウサギ、ちゃんとなんか完璧なウサギ描きました。耳の色もちゃんと描いて、あのヒゲも描いて、ちゃんと完成形を描きました。ゆりちゃんありがとう。はい、井戸さん描きました。岡山公園来てくれてありがとうございます。嬉しいです。またぜひぜひ、あそうだ、またぜひぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。おすすめのラーメン食べてくれてありがとう。また来てね。2個、お2個あるの。 OKOK、 2個書きますね。さくらちゃん書きます。2個ありがとう。2個も買ってくれて。何でもわがまま聞いてもらえるとしたらどんなわがままにしますか。どんなわがまま、わがまま考えとくわ。これをなどに、わがままか。わがまま、のどか、なんかわがまま聞いてもらうとしたら何がいい？のどかは、うん、そう言われるとないですよね。そうなんだよ、委ねてみたけど。でもやっぱ美味しいご飯、あ朝昼晩超美味しいご飯を食べさせてほしい。あ、わかる。茶碗蒸し毎食出してほしい。出してほしい。あの毎回朝ごはんの前菜みたいなのにお寿司出してほしい。前菜にお寿司。お寿司10貫。前菜にお寿司。多いわ。それで完結やろ。まだいけます。まだいけます。ゆっち書きました。お友達にゾックをおすすめされて嬉しい。ここ最近ゾックを聞き始めました。嬉しい。のどかちゃんの時折出るギャグが好きですということなので、ありがとうますって書いておきました。あとなんかありがとうウサギ知ってるっていう、11年ほど前に流行ったらしいんですけど、私は知らなかったので、のどかの思うありがとうウサギ書いてみました。顔、目がアで、もう一個の目がリで、鼻がガで、なんだ、なんかエクボがトで、もう一個ないかわがハートっていう、顔がありがとうになってるやつ書きました。ねえゆっちありがとう。ありがとうウサギちゃんと調べとくね、後で。ありがとうマス。おい、さくら書けました。2枚もありがとう。さくらポーズやってとのことなんで、はい、さくらさくらありがとう。2枚もこれからもずっとよろしくお願いします。でもさ、ちょうどさ、この間さ、そのツイッターでさ、お寿司屋さんに行ってさ、あとビックラポンとかさ、出てたじゃん。めっちゃ食べたんでしょ、あの時。40歳、3人で40歳食べて。すごいよね。しかも、のどかそれに比べて、ラーメン頼んだし、うんうん。誰がどれぐらい食べたの、それ。でも、のどかとまろちゃんが同じぐらい食べて、うんね、でも、のどかはラーメン食べたから、まろちゃんに食べてます。で、にっちゃんはお腹いっぱいって言いながら、ちょっとずつ食べた感じです。にっちゃん、小食だもんね。うん、だからちょうど昨日か一昨日に、その、コナンもらった、ってたじゃん、コショが。それで行ったんよ。はい、寿司屋行ったんだけど、全然2人で15ぐらいしか食べれなくて、あの人たちどんだけ食べたんですごいねって。のどかも、この間友達4人で、クラブ行ったんですよ。うんうん、その時も4人なのに30皿ぐらいだったんですよ。だからうちらどんだけお腹空いてた。でもクロちゃんフェスの後だったんでお腹空いてたってのもあるかもしれない。ライブなんだったんだ。そっか、ビッグラップもうコナンじゃなくなってた。なくなってました。ドラゴンボールになった。でもドラゴンボール当たった。ドラゴンボール当たった。よいしょよいしょ。さくらは読みました。ほい、次書きます。角煮タン書きます。ありがとうウサギ知らないの。知らないです。AC の CM なの。 CM の、なんか知ってるかもしれない。 CM って言われたらなんかありがとうウサギ、あ知らないです。私のこのありがとうウサギの再現がすごくダメだったかもしれない。そう、寿司40はマジですごい。マジ一瞬で食べました。すごいねって。あとデザートも食べました。すごいわ。
なんかでも昔は私もめっちゃ食べてた気がする、寿司とか一人で。すごい角煮タン、あ、ごめん、でかい声出してね、さっき角煮タンかけます。やばい、ペースが落ちてきたゆっくりやってきた。アミかけました、いつもありがとう。なんかこれなんか直せなくなっちゃって DM でなんかポンポンプリンを書いてほしかったみたいな DM がアミちゃんから来てたような気がするから書いてみました。違ったらマジでごめん。だけどポンポンプリン可愛く書けたからよかった、ありがとうね。アミちゃん、そこ角煮タンを書いております。初めてリミスタ買ってくれたの、ありがとう。やり方合ってるよ、書いてます。じゃあ最後、私最後いきます。あ、最後じゃなかったです、すいません。まだ追加分ありがとうね。ほら追加分、追加分ありがとう、ね、おい、角煮タンかけました、初めてのリミスタ買ってくれてありがとうございます。ハムちゃんかきましたよ、これからはよろしくお願いします、ありがとうね。マウス、あ、そっか、10年前か、そっか、6歳か、うわ、6歳は小学校入学ですよね。そうだね、それは分かんないかもね。はあ、よし、ではくじりさん書きますくじりちゃん書いてます。はい、しずめ気候かけました、ありがとうね。気候、なんか気候ってなんか笑っちゃうからわらわらわらって書いておきました。あの、いい意味でですよなんか笑っちゃうからなんかウケるんですよ、いつも。で、ここしずめ気候って書いてあったね、しずめ気候って。しかも、あ、なんでもないですなんか気候、そのこれでみんなに笑ってもらえるような一言を頑張って考えるって言ってたんですよ。うんうんうん、それ思いついたのが沈め気候ということで、みんな笑ってあげてくださいありがとうねはい、藤井ちゃんかけました、いつもすごいありがとうございます。大切に聞いてくれたのことで、これからも丁寧に歌っていきたいと思います。配信でうさちゃんピースが見たいです、します。うさちゃんピース、ありがとうございます。ほい、では次、大豆さん書きます。リミスタ嬉しい、ありがとう、書いてます。のどちゃん本舗書けました、いつもね、ツイッターありがとうね。のどかちゃんに会うときは自分史上一番マシな状態で会いたいので、食欲に負けそうなときに気が引き締まるような言葉をお願いします。食べよ、だけど本当食べないときはもうすぐのどかに会えるよ、ありがとうね。食べてもいいんだよ、マジで。ほい、大豆さんかけました、初めてのリミスター、ありがとうございます。ハムちゃん書いてほしいって書いてたので書きました。体調お互いに気をつけて頑張りましょうね、ありがとうね。よいしょ、次、ひなたさん書きます。ひなた、ひなた、受験頑張れって書いてある、これはメッセージに書いてほしいということだろうか。では書きます。七条さん、ありがとう、1周年めでたいね、ありがとう。あ、応援しています。赤ちゃんなのって書いてくれたら加工にします、ということで赤ちゃんなの書きました、ありがとう。すごっ、はい、ひなたさん書けました、受験頑張れって書いてあったので多分受験なのかな。はい、応援してます、頑張ってね、ありがとう。はい、次書きます。去年のゆりかちゃん書きます。
ひろちゃんかけました。ツイッターの名前いちごミルクだよ、本名さらしてみるよということで、いちごミルクわかるよ、ちひろちゃんってやつだ、かわいい、ありがとね、いつもありがとうってことで、クマ描いたつもりだったんだけどちょっとトラっぽくなったからレアです。トラまだ描いてないよ、ありがとね。ちゃん金沢来てくれてありがとう、バイトも頑張ってね、これかかってくれてるんだろうなと思います。猫ちゃん書いてほしいってあったので書きました、これからもよろしくお願いします、ありがとう。よいしょ、恋愛ミュー書きます、恋愛ミュー、ケンジくん描けました、ありがとう。1年前と比べたときの成長具合にただただ驚いています、え嬉しい、ありがとう、ありがとう。 お祖父様と同じ名前なので孫ちゃんって呼んでいいですか、え大歓迎、ありがとうねケンジありがとう。ちゃんかけました、メッセージすごく嬉しいです、ライブまた来てくれたら嬉しいな、これからも頑張りますのでよろしくお願いします、ありがとう。イエイ、わー休憩なう、イエイ3秒休憩する、 1、2、2、めっちゃ長くしてくれる、3、ありがとうございます長めにしてみましたありがとうございます、のどかがたっぷり休憩させてくれたので続きを書きます、あともうちょっとだな、厚揚げ納豆を書きます、みんなコメント書いてくれよ、最近何してるの、今日何食べたか教えて紬かけました、今配信見てて可愛すぎて買っちゃいました、え嬉しい、二人のクマちゃん最高です、イエーイ、イエーイ、来月ディズニー行くコメントしたのでスペースマウンテンズ照り焼きチキン楽しんできます、ぜひ楽しんでください、また手作りのカンペーチャー持って会いに行くね、え嬉しい、カンペーチャーマジ嬉しいよ、あとあのディズニーってことになったのでミッキー風描いたんですけどこれ絶対違います、ありがとうね紬、じゃあ最後書きます、追加分の最後、パクセロイさん、つば九郎ですね、あここにつば九郎って書いてあります、おい厚揚げ納豆かけました、いつもお世話になっております、こちらこそとってもお世話になっております、これからもどうぞよろしくお願いしますということで、また来てね、あすっごいいっぱい食べたものをめっちゃ送ってくれてたみんなが、カキフライ美味しそう、牛タン食べたよ、できますよ、食べたい、ローストビーフ爽やか、いいな、爽やか、私爽やか行ったことないの、超美味しいです、いけない、2人は辛いの好きですか、好きだよね、大好きです、のどかは大好き、私は得意じゃないくせに割と食べる、めっちゃ好き、そうだね、ジュズヤンが待ってるよだそうです頑張ります、爽やかいいな、食べたい、確かに本物のパクセロかもしれないですね本物かもしれないよ、だってこんばんは私はパクセロです、たまたま日本に来ています、めっちゃ本物じゃん、パクセロイ、めっちゃ本物じゃん、あいつも本当パクセロイ大好きです、応援してますパクセロイパクセロイへの応援コメントゆうかさん書きます、ゆうかちゃんであってるかな、パクソジュンさん演じるパクセロイ本当にいいと思います、よし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 、ゆうかちゃんかけました、ツアー北海道アイズメビップで行きます、約1年ぶりに見れるゾックのライブなので今から楽しみにしてますわ、楽しみにしててください、のどかも大きくなってるよありがとう、ということで私の締めはパクセロイさんからなんですけど、たまたま日本に来ています、そこでしずめのどかさんがとても素敵だなと思い今回購入させてもらいました、パクセロイさんからそんなこと言ってもらえるなんて光栄です、そして私の似顔絵をたくさん描いてください、わたくさんですね、
かりました。ゆなちゃん書いてます。初めてのに見せた嬉しいです。書きます。パクセロイさん本当にありがとうございます。ということでパクセロイさん2つ書かせていただきました。日本からいつも応援してます。ありがとう。つばくろやなちゃん書けました。初めてのリミスターすごく嬉しいです。実はもう何回か参戦してくれてるみたいで、これからもね来てもらえるようにまた頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとね。ほい次行きます。あ、ケンティ来てる。中島ケントさん、おありがとうございます。嬉しい。ケンティ、ケンティなんか TikTok で、うん、ケンティの好きな女性のタイプみたいなのをテレビでやってるのが回ってきて、うんうん、その動画がめちゃくちゃ面白くて一人でつぼってました、うんうん、そうなの。見たい。私も見ようか。めっちゃ面白かったです。ケンティすごいよね。ケンティすごいです。自分よりセクシーな女性が好きらしいです、うん、自分よりセクシー、自分よりセクシーな人がいいんだ。言葉遣いをなんかマジとか言わない人がいいらしいです。なんかお上品な方がいい。本当なのみたいな、なんかそういう感じがいいらしいですよ。そうなんや。ということで終わりました。シズメの時間、みんなありがとう。たくさん買ってくれて、私は受電弁当が待ってます。わこれいいですか。食べていいよ。食べていいよ。失礼します。のどか ASMR タイム始まった。もう抱えて、なんか本当にこうやって抱えて持ってきました。蓋からいい匂いだ。あ、そうだそうだ。あとこの東京ピンクのこのジーンっていうんですかね。ん？ジーンって読むんですかね。ジンかな。ジン。あ、ジン。ジン。ジン。桃色東京。桃色東京の第2弾目が今発売中なのでね。そうなの。ぜひ買ってみてください。通販で買えます。のどかは誰を推しているのかな。今月は。今月は誰を推してるのかな。のどかは誰を推してるんだろう。それはね、楽しみに。あとね、本当に写真もたくさん載っていますし。お得だと思います。超可愛いからね、ぜひ買ってみてください。紹介でした。紹介してくれて、ほい、そういうところでケンティへの、ね、やつが書けました。ありがとうございます。ケンティという名のココちゃん、ありがとう。またいつでも遊びに来てください。いつもライブ来てくれて嬉しいよ。ありがとう。まず、あ、お誕生日おめでとう。ありがとう。全然ニヤニヤしてないよ。桃色東京みんなが買ってくれるの楽しみだなって思ってニヤニヤしただけだよ。開けます。足りなきゃ藍染めの分もあるしって言われてんだけど、私のなんだけど、私はジョジェンベントなんだけど。わーすごい、このジョジェンベントのキムチがマジで美味しいですよね。早く食べたい。かけるさん書きます。タレかけるぞ。でもさ、矯正始めて下の歯今してるんだけど、口内炎マジ止まんなくて、本当につらいの。口内炎って本当に口内炎ただでさえつらいのに、プラス矯正で口内炎。マジだいぶ落ち着いたけどめっちゃ痛かった。あのぶっちゃけあの岡山広島公演の時がピークで、うん、めっちゃなんか痛かった。泣くかと思った。でも頑張りました。おい、それじゃあどうぞ。それじゃあいただきます。めっちゃいい匂いするんだけど。ジョナちゃんに楽屋で食べられてますだそうです。待って、そんなことないから、そんなことないから。じゃあいただきます。ニヤニヤしちゃうな。ほい、かけさんかけました。リミスト初めて買いますとのことで、初めて買ってくれてすごくありがとうございます。浜顔します。いけ、ありがとう。超いい匂いする。おいしい。超うまいです。やった。何がやった。どうかがおいしくてやった。お弁当のお肉なのにこんなおいしいって、なんかなんでこんな柔らかくて、うん、なんかお弁当とは思えないおいしさなのがすごいです。早くそこにたどり着きたいです。
キュービシさん書いております。ありがとうございます。ほい、あ、見してくれる、弁当見してくれる。キュービシさん書けました。愛媛と香川に参戦して、この前岡山と広島に参戦しました。ワーツアーいっぱい来てくれて本当にありがとうございます。これからも頑張ります。大阪楽しみにしててください。ありがとうございます。めちゃめちゃうだれ出てきたよ。よし、マグロさん書きます。私もあとちょっとなんですよ。カレンさんの、うん、カレン様のお前に会いに来た、かっこ叙々苑が聞きたいです、だそうです。あ、今日も言ったよ、お前に会いに来た。もっと強く言ってたな、前回は。あとでストーリーの合わせや。キムチ ASMR だそうです。え、キムチの匂いしますか、そこまで。ね、スタッフさんにね、リミスタのスタッフさんがジョジョ弁当用意してくださってるんだけど、今日入って弁当ありがとうございますって言って、すごいた、なんか もしかしたらあるかもって楽しみにしてましたって言ったら、知ってますって言われました。ほい、マグロ、赤くなければマグロじゃない、確かに。でも赤くないマグロもいるかもしれないわよ。ありがとう。のどかちゃん、よければ食レポしてということで、じゃあ行きます。まずご飯にタレが染みてるんですよ。食レポ始まった。はい、これよくテレビであるやつ、こうやって震えてる肉。震えてるかなこういう感じで、おいしくて笑っちゃう美味しさです。ほい。ズーさん書けました。さらなる覚醒を期待します。ぜひ期待しててください。期待に応えれるよう頑張ります。これからもよろしくお願いします。ほい。震える肉。ザネさん書きます。なんか謎の緑のやつも美味しいんですよ。なんか野菜、なんか野菜なんですけど、初めて食べた野菜って感じがします。ザネ書きました。先日ドクのライブに初めて参加させていただきました。岡山公演初めて来てくれてすごく嬉しい。ありがとうございます。これからも見てもらえるように頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうね。愛しのダーリン、オリンタン、すっげえ名前だな。書きます。なんかこれ DM だったかな、 DM であだ名、このふりがなで書いてほしいって言ってた気がするから、ふりがなで書いていいのかな。じゃあそうするよ。間違えてた。ひらがなとカタカナは違い。この藍染めお隣っておりんだったらしいですね。ん、このあ、これおりんって読む、あ、おりんって読むんですね、これ。お隣、藍染めお隣ってどうやって読んでました。のどかはお隣だと思ってたのか。おりんな、書いてますよ。おい、愛しのダーリン、オリンタン。面白いですね。はい、ゾメリン、ゾメリン、ありがとう。愛してるよと言ってくださいってやった。愛してるよ、ありがとう。オリンさんにやけてますよ、欲しがりさんね。よし、先ぽよ書きます。
ミニミニビミですね。あとちょっとです。私もみんなもぜひ食べてみてください、うん、この蓋です。これが終わったら食べますよ。栄養成分言います。熱量221カロリー。え、低くないですか221カロリーって。え、本当に？え、本当に？ダイエットしたい方ぜひ食べてください。これこれすごい。そんなそんな、え、衝撃。食塩も 0.8g しか入ってないです。え、衝撃。体にいい弁当です。これほんと？こんなってご飯ね、ご飯入ってね、なんか思わずハイタッチしてた。びっくりしちゃいます先っぽよ書きました。岡山参戦してくれた人すごい多い気がします。来てくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。カウント大正解です。100g あたりの栄養でしたえ、じゃあこれ何 g の弁当なの本当で 100g あたりじゃん。え、でもこれ絶対 100g じゃないよね。 300g あるんじゃないの300あります。じゃあつまりだよねいっぱいもうつまり2、3が600ぐらいですよ。600、700カロリーはあるかもしれないねまあ美味しいねいいですよ。はい、実は肉ではありません実は肉ではありません。こんなにジョジョエンジョジョエンって言って肉だと思っておい、眠りねんさん書きます。眠りねんちゃんかな。あとちょっと。眠りねんちゃん描きました。アイドルやっててカレンちゃんの髪型を参考にしてます。あら、ありがとうございます。これからも参考にしてもらえるように髪可愛くしましょうって思いました。ありがとうございます。頑張りましょうね。カレンのとは描きます。これもしかして私時間押してるかしら、ごめんなさいね。みんなたくさんコメントしてね、全部読むよ。すごいたくさんしてくれて嬉しいですね。のどかは読んでくれます。緑のやつは山クラゲっていうらしいです。確かにクラゲっぽいなんか感じです。山クラゲってことは、じゃあつまり山のクラゲ、雑草、これは雑草ですか違う、山菜なの。そうです山菜雑草頑張ります。雑草だとなんかちょっと、はい、山菜美味しい。カレンのとは書いてます。 TPF お疲れ様でしたという、ありがとう。よし、書いてます。みんなコメントありがとう。みんなコメントありがとう。あともうちょっとなのでね、しばしお付き合いください。キクラゲ的な、そう、本当にキクラゲみたいな食感です。おい、カレンのとは書けました。TPF お疲れ様でした。ありがとう。これからもよろしくお願いします。書けましたよ。のどかちゃん、最近お料理したってことなんですけど、してないです、すいません。飽きちゃったお料理。え、なんかあのしてるんですけど、うん、なんて言うんだろう、料理っていう料理じゃなくて、本当に野菜切ってぶっ込んだ鍋とか、なんかそういう適当なのしかやってないんで、はい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 、あ、なるほどね。そうなんですよ。でも料理じゃん、それは。私なんかもだってカップ麺茹でただけで、カップ麺インスタント麺茹でただけで料理って思ってるよ。うん、でもそれも料理ですよ。それに野菜を切って入れて卵をドボンしたら、うん、そんなことはしないけど料理生きてあやなちゃん書いてます。じゃあキムチの ASMR やりたいと思います。
どうですか。生きてあやなちゃん書けました。生きてあやなちゃん、生きてあやなちゃん、すごい3回も言ってしまいました。岡山公園来てくれてありがとう。またいつでも遊びに来てね。そっちの方にもまた行けるように頑張ります。ありがとう。キムチ ASMR タイムなんか ASMR が似合いそう。やってるのえ ASMR ですか。 YouTube 本当のなんかモグモグのとかチャンネルあやってみたいです。もし YouTube やったら今日の昼ご飯って言って食べます。みたいな。登録しちゃうな私。まなみちゃん書きます。高校生の時に出会って今社会人1年目。ありがとう。このマイクめっちゃ性能多分いいんで ASMR の人羨ましがりそうですここでやりたい。ここでこのままよし。まなみちゃん書けました。高校生の時に族とで早2年、現在社会人1年目で、なんかねいろんな嫌なこともあるみたいですけど頑張ろうって思ってくれてありがとうございます。お互い体に気をつけて無理せず頑張りましょうね。ずっとありがとう。これからもよろしく。めっちゃ見たいってさ ASMR ね。やっちゃおうか。もぐもぐのんチャンネル、ね、めっちゃいいの。かわいいじゃん、かわいいじゃん。リシュ書きます。ありがとう。アカウント5個作って全部登録するって。優しい。韓国のチキンとか食べてほしい。この韓国のチキン美味しいですよね。美味しいよね。私もめっちゃ好き。韓国もめっちゃ好きです。なんかいろいろかかってるよね。かかってますよね。なんかいろんな味あるよね、うん。初めてになりました。ここに嬉しい。なんかコチュマヨソースっていうのもコチュマヨが好き。クリスピーチキン、なんかなんかあるよね、あるよね、店あるよね。お店ありますよ。 そこのコチュマヨチキンが大好きです。わかる、わ、ね、かる。絶対同じ店だよしゅちゃんありがとう。おはよう DM いつも送ってくれてありがとう。全然迷惑じゃないよ。これからも送ってください。いつもありがとね。書きましたよ。もう数える感じになってきました。コチュマヨになりたい人がいますよ。コチュマヨになったら痛そうじゃない。なんかコチュマヨ痛いよね多分。痛そうです。私なりたくない。痛いから多分。なんか多分しみる系ですよね。コチュマヨ青唐辛子好きなんだよね。青唐辛子わかりますか、ね、カレンのみくちゃん書きます。なんかおうちさんが来ると笑っちゃいます。今来たからね出たり入ったりして私たちを監視している。カレンのみくちゃん書いてます。ダンス難しい。名古屋で地下アイドルやってます。毎日にダンスレッスンがあって私はダンスが苦手なので辛いです。ダンスね難しいよね。基礎がね難しいよね。お弁当箱ってプレゼント企画あります。え、大地さんどうなんですか。お弁当箱プレゼント企画ありますって言ってる人いますよ。やだないよ。帰って帰ってダメって言ってください。なんか声出したらいけないしさっきまでめっちゃ喋ってたカレンのみくちゃん書けました。お互い頑張りましょうね。無理なくできることを頑張っていきましょう。ありがとう。辛いの大丈夫だけど私赤唐辛子があんまりね得意じゃないのよ。うーん、ペリペリ長引くじゃん。次ひこちゃん書きます。ツアーで藍染さんとしずめさん2人のユニットが選曲とかパフォーマンス含めてすごく好きです。だって嬉しい。やったひこちゃんね。そういうミルキーロードとかやってるもんね私とのとかでね。たまにポイポイ
こちゃんかけました。いつもすごくありがとうございます。ツアーこれからも残り少ないですけど頑張りますので楽しみましょう。ありがとうね。イエイイエイ。二人が最近食べて一番美味しかったの何だそうです。何が美味しかったっけ。なんかさ遠征とかでもさ美味しいもんよく食べてるけど全部美味しいんだよな。で美味しいの食べるために美味しいの更新されちゃうからさ。わかります。めっちゃ農家も今これですもん。もうこれ、もうこれ私も早くこれになりたいです。わかんなちゃん書きます。でもクライマックスで肉寿司食べたの。牛タンと肉寿司食べたの美味しかった。あのめっちゃ美味しそうでした。美味しかった。若菜ちゃん書いてます。昨日21歳になりました。おめでとう。21歳やっておいた方がいいことってある？やっておいた方がいいこと、いい化粧品買ってみるとか。兵庫の小文字ドッグちゃん楽しみにしてますだそうです。え、嬉しい。ありがとう。楽しみ。若菜ちゃんかけました。21歳、おめでとう。コビハムちゃんのイラスト描いてほしいってやったんだけど描いたことないのでなんかやたら目のでかいハムが描けました。ありがとね。おめでとうって書いとこう。お寿司と焼肉どっちが好き？もう選べない。選べない。そんなのどっちも好き。どっちも交互に食べたい、うん、どっちも一緒に食べたいですよね、うん、どっちもさここに置いてさ食べたい。ともかちゃん書いてます。ちゃんかけました。特典会とかも来てくれてありがとうございます。元気の出るおまじないかけてほしいな。あなたはだんだんすごく元気になる。ありがとうございます。また来てね。ありがとうね。お、あと3枚かな。また3枚書きます。とこちゃん書きます。コメントどんなですか？お寿司のネタだったら何が好きだそうで、トロサーモン、ホタテ、ハマチ、ブリです。なんかはイクラも食べる。あと茶碗蒸し。なんかつぶ貝、赤貝、ミル貝。貝が好きだね。貝が好きです。てか大人だよね。確かにお寿司なんか大人めっちゃ大人。私お寿司超子供。サーモン、ホタテ。なん。確かにサーモン捕獲。はず。めっちゃ大人じゃんのだか。寿司の好みめっちゃ大人じゃんって早くかけてね。エビ好きです。エビ。エビうまいね。エビうまい。あと普通のマグワじゃなくて。うん、漬けマグロが好きです。美味しい美味しい。私ビンチョウマグロが好きな。なあ美味しい。なんか好き、うん。なんかトロってついてたら何でも美味しい気がしちゃいますね。うん、わさび、のんちゃんわさび食べれるんって。食べれます。私も食べれます。聞かれてないけど。よし。あ、イクラも最近好きになった。前食べれなかったんだ。うん、祭り見したありがとうございます。おい、とこちゃん。オタク歴は浅いですが、ゾックとカレンさんに出会えて幸せです。いつはそんなこと言ってもらえてすごく嬉しいです。また遊びに来てもらえるように頑張ります。ありがとうね。あ、エンガーも美味しいですよね。エンガー美味しいね。美味しい。大好き。なんかハマチとかブリとかってさ、
白魚、白身魚なのか何魚なのかわかんないけど、あの色の魚めっちゃ好きなんですよね。ハマグモブリもなんか、あれ、寝てますよね。白くて赤い線ある感じの、あのネタめっちゃ好き。という話をしてたらマグロさんという方から来てます。寿司ネタ教えてくださいってあったらタイムリーでしたね。紛れ込んできたみたいにあります、ね、マグロ、マグロ食べたい。マグロありがとう。ライブできる活力をいただいてます。これからも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。これからも糧になれるようにしっかり頑張っていきます。ありがとうね。ラスト1枚書きます。プーさん書きます。回転寿司は一番どこが好きですか？スシロー、くら寿司が2強。わかります。スシロー、くら寿司、茶碗蒸しが好きなのは、うん、くら寿司なの。私茶碗蒸しが好きだから、うん、でも寿司のネタが好き、スシローは好きで、でも昨日行ったくら寿司超美味しかった。昨日行ったくら寿司。確かに、なんかもうずっとスシロー行ってて、うん、で久々にくら寿司行ったら、うん、あ、くら寿司もうまってなりました。原宿の新しいくら寿司に行ったの昨日。めっちゃ新しくできるやつだったんだけど、めっちゃ美味しかったです。めっちゃ人気ですよね、なんか。あ、そうなんだ。なんかたまたま行ったのよ。なんでしたっけ、仕切りがあるんですよね。あ、なんかね、なんか東京感出してるのよ、うん。の子も最近くら寿司が好きです。シャリハーフあるじゃないですか。 あるある、シャリハーフあった。なんかたくさん食べたいの食べれるのがいいなって思います。あとやっぱ、ビッグラポンいいよね、やりたくなるよね、あれ楽しいです。あと1枚食べようかなってなるもん。ビッグラポンすごいなと思います。だって38皿とかだったら、じゃああと2皿頑張って食べようかなとかなるじゃないですか。そうすごい。絶対あれさ、スシローとかさ、他の名前出しちゃいけないよね。他のさ、お寿司店悔しいよね。悔しいですね。あれで2皿儲かってるんですよ。ねえ、すごいよね。よく考えたな。はい、ということでラスト、プーさん、すごい岡山染めビップ来てくれてありがとうございます。元彼の影響で聞き始めたゾックでしたが、今ではライブに行くほどゾックが好きになりましたということで、じゃあその元彼に感謝ですね。これからもよろしくお願いします。愛してる。はい、ということで私のリミストも一足遅く終わることができました。もう喉が食べ終わった。ちょうど喉が食べ終わる頃になりました。あ、すごい長々とねお付き合いいただきありがとうございました。私の叙々苑弁当はこの後楽屋で食べたいと思います。最後までありがとうございます。告知などはもうさっきのとくがね、桃色東京の件をね言ってくれました。こちらさ、ただいま通販しております。聖子ちゃんが作ってくれたこのね、あれですよ、なんだ、東京ピンクの薄い本と呼ばれているこちらの月刊桃色東京は、私たちが結構すごく長々としっかりね、めっちゃ書いてます。東京ピンクのメンバー全員長々しっかり書いてますので、このここでしか読めない情報をぜひぜひゲットしていただければと思いますので、どうぞよろしく。聖子ちゃんの作ってくれた表紙、今回もすごく可愛いですね。めっちゃ可愛いですよ。すごいね、すごいよね、こうね、マジでマジすごいいい本です、うん、よろしくお願いします。あ、私は大地さんの秘密も暴露しちゃってます。あ、してます。そうなんや。秘密では終わりですかね。はい、はい、では今回の一部はこれにて終了となります。本日はご参加ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この後は藍染めキラノジョナペアで特典会があります。第2部が始まりますので、どうぞよろしくお願いします。のんちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様です。ではバイバイ。バイバイ。